男性の癌の中で最も罹患数の多い前立腺がん早期に発見するためにも検診受診が大切です詳しいお話を秋田県医師会の沼倉和幸先生に伺いました前立腺がんは初期では尿道や膀胱を圧迫することがないためほとんど症状が現れませんかなり進行した状態になれば尿が出にくい あるいいは血尿といった症状が現れます。以前は早期に発見することが難しい病気でしたが現在は PSA 検査で早期に見つけることができるようになりました PSA 検査は採血のみで行うことができます PSA は前立腺から分泌されるタンパクです。基準値は一般的に4ナノグラムパーミリリットルとされていますが 加齢とともに上昇するため、年齢別の設定が行われています。秋田県では、65歳未満の正常値を3ナノグラムミリリットル、65歳以上の正常値を3.5ナノグラムミリリットルとやや厳しめに設定しています。PSH 値が基準を超える場合は、専門医の受診が必要です。専門医の判断により、MRI 検査や 前立腺整形などの追加検査が行われます前立腺内にとどまっているがんを早期に発見して適切に治療することで前立腺がんは根治が可能な病気です初期症状がほとんどない前立腺がん定期的な検診受診で早期発見することが大切です。 次回も前立腺がんについてお伝えします。